まだ恥ずかしげもなく3人でうろついてるのか。今度はお揃いでどこにお出かけだ。古城の飛竜か乾きの悪魔でも退治に行くのか。魔石の森よ。近所で冒険ごっこでもするのか。対岸でひどい目にあってさすがに懲りたか。だいたい魔石の森、あの船着き場の近くの広場だろう。あんな場所を森などと言ってる時点で程度が知れるな。言ってなさいよ。もう構ってやる暇はないんだから行こう。ああ。じゃあな、竜や悪魔はお前らに任せるぜ。なんだあいつら、本格的にいじけちまったんすかね、ボスさん。何度も遊んで見慣れた場所だけど、目的を持って眺めるとまた違う感じがするわね。採集だっけか。どんなものを取るのかちゃんと覚えてるよな。もしかして私のことバカにしてる？ライザは勢い優先で足元がおろそかってのがよくあるパターンだからな。なあタオ。まあね、大丈夫そうならもういいかな。僕アンペルさんから聞かれたことを調べに家に戻るよ。実は俺もリラさんとの戦闘訓練の準備があんだよな。ここなら危なくないし、ライザだけでもやれるだろ。二人とも張り切っちゃって。まあそれじゃあ頑張ってね。さーて、それじゃあ取りまくるわよ。他の場所だと取れないと思うんだよね。もう一度この辺を探してみよう。やあ！よし、これくらいあればいいかな。多分早速アンペルさんのとこに戻ろう。どうだった、初めての採取は。楽しかったです。今まで気づかなかっただけでそこら中に面白いものがあるんだなって。なるほど、面白いものか。それを感じられるなら。あるいは何です。いや、もったいぶってもしょうがない。早速ライザの錬金術師としての素質を試してみよう。まずは私のやることを見ていろ。
七子草と水を使ってこの中和剤が出来上がるというわけだ。次は自分でやってみろ。え？いきなり？今見たばかりですよ。この程度なら見よう見まねでできる。素質さえあればな。さあ。それじゃあ。よし、これも、これが私の第一歩なんだ。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。素質あり、合格だ。お前さんは錬金術師になれる。いや、もうすでに錬金術師だ。駆け出しではあるがな。やったー、これからよろしくお願いします、先生。残念だが先生にはなれない。私はお前さんに教えられることがほとんどないんだ。え、どういうことですか。私は怪我で腕を悪くしていてな。初歩ならともかく、繊細さを要求される高度な調合は行えないんだ。そんな、せっかくいろいろ教えてもらえると思ったのに。そう落ち込むな。素質のある人間なら経験を積んでいけばいくらでも調合のレシピをひらめくさ。本当ですか。ああ、とにかく今は数をこなせ。何度も調合して慣れればそのうちお前さん自身の錬金術も見出せるだろう。私自身の錬金術。私も先生は無理だが、助言者くらいなら務まる。だから気軽に頼れ。敬語もなしでいい。わかりました。あ、じゃなくて、わかった。改めてこれからよろしく、アンペルさん。そうだ、この本を渡そう。錬金術の基礎の基礎といったものだが、いくつかのレシピが載っている。私にはもういらない本だから気にするな。それより載っているものを片っ端から試して調合になれるんだ。それを一通り調合し終えたら、次はそこいらの本でレシピがひらめくか試してみろ。そこいらの本で調合のレシピを。専門書以外の本も錬金術師の視点で見ることによりレシピをひらめくことがある。いわば発想の訓練だな。何の変哲もないものでも見方を変え、独自な作り方を体得すれば、それはもう錬金術なんだ。この村にも本を売っている店の一つくらいあるだろう。うん、あるよ。ボーデン地区にフレッサさんの雑貨屋が。
多分本もちょっとは売ってると思う。ならそこで適当な本を買って目を通してみるといい。思いもしない何かがひらめくかもしれんぞ。わかった、やってみる。まずはもらった本を家で読んでみてからだけど。錬金術の練習するにしても釜がないとね。あ、釜、釜、何かいいのないかな。あ、これだ。もう使ってないし、これでいこう。よう、来たぜ。わざわざ呼び出して何の用だ。ふっふっふん、レント君、タオ君、我がアトリエにようこそ。は？アトリエってどういう…あ、何このでかい鍋。アンペルさんに錬金術師として最初にやるべきことをいろいろと教わったんだ。それがこの鍋？こんなのどっから持ってきたのさ。鍋じゃなくて、まあ家にあった鍋だけど。錬金釜、まず何よりもこれがないと始まらないからね。で、そのアトリエってのは何なんだよ。錬金術の研究室よ。これからここでバリバリ調合しまくるの。なるほど、要するに錬金術師っぽいこと始めたと。二人とも反応薄くない？もう少しこう感動とか関心とかないかな。俺たちも俺たちで忙しくなってんの。そういうテンションに付き合う余裕もねえんだよ。そうそう、僕もアンペルさんに本の読み方の処方を教わってるんだ。みんなやることが見つかったんだ。私も負けてられないな。よし、まずはアンペルさんからもらった本に書いてあったものを一通り全部作ってみよう。材料はこれくらいなら家の周りでも取れそうな気がするな。探してみるか。
らっしょ。重い。よっこらっしょ。どうしようかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。どうしよっかな。どれがいいかな。これでどうだ。うまくいくかな。できた。バッチリ。どこにしよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。どれにしよう。これでいいか。さあ、どうだ。やった、できた。少しは成長できたみたい。やった、できた。あたしにも作れた。でもこれ何なんだろう。アンペルさんに教えてもらったレシピだし、ちょっと聞きに行ってみよう。アンペルさん、本に載ってたもの作ったよ。おお、早速作ったか。感心感心。それで作ったのはいいんだけど、これって何？これは外で冒険をするときに役立つ道具だ。魔物に襲われて怪我をしたときに治す薬、魔物に投げつけて倒す爆弾など、いろいろだな。あ、ひょっとして私たちを助けてくれた時の謎の爆発も？そう、あれも錬金術で作った爆弾の一つだ。道具があれば
冒険の安全性も一気に高まる。そうなんだ。じゃあ私もじゃんじゃん爆弾投げて大活躍できる？それもできなくはないが、そうだな、そろそろこれを渡しておこうか。これは？コアクリスタルという。お前の作った薬や爆弾は使ったらなくなるよな。は？それは当然そうでしょ。ところがだな、まずこのコアクリスタルの中に作った道具を入れる。そしてクリスタルを武器などに組み込んで武器を一振りすればクリスタルの力が解放される。解放されるとどうなるの？クリスタルに入れた道具を失うことなく同じ効果が得られるようになる。え？そんな魔法みたいなことができてしまうんだ。それがこの古式秘具、コアクリスタルの力なんだよ。古式器具？昔のすごい錬金術の道具程度に考えておけばいい。とにかくこれがあれば作った道具を失わずに済む。そんなすごい道具を私なんかがもらっちゃってもいいの？何？これは古式器具の中でも比較的多く見つかる。余っていたのを分けてやるだけだから気にするな。じゃあ遠慮なく。ありがとう。早速使ってみるね。取引せ。
しようかな。どこに入れようかな。うわ、いいかいい。どれがいいかな。これでどう、うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れよう。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。うわ、いいか。どれにしよう。これでど、さあ、どうだ。できた、バッチリ。少しは成長できたみたい。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。いいもの、できそう。いいも、どれがいいかな。これ、うまくいくかな。やった、できた。この辺りなら安全そうかな。やあ、そのままで使っても薬になりそうだけど。よし、あった。ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。宝石っていろいろあるな。見た目も似てるし、少しずつ覚えていかなきゃ。何が出るかな。糸って結構貴重品だよね。作るの大変そうだもん。そうだ、やっ、一気にやっちゃおう。おりゃ、今だ。そこ行くよ。おりゃ、おりゃ、今だ、今だ、行くよ。せい、おりゃ、今だ、行くよ、今だ、行くよ、せい、行くよ。さあ、どんどん進もう。食べられる魚しか見たことなかったけど。やっ、さあ行くぜ。おりゃ、行くよ、今だ。おりゃ、行くよ、今だ。行くよ、せい、今だ、今だ、行くよ。今だ、行くよ、今だ。もう終わりかよ。
やっ。さあ行くぜ。おりゃ。そこ。今だ。せっ。おりゃ。今だ。そこ。せっ。せっ。今だ。そこ。そこ。さあどんどん進もう。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとだ、あ、もっと頑張らないとね。取れたよ。島から近いのに植生が島と全然違うんだよね。なんでだろう。やっ。さあ行くぜ。おりゃ。連射。そこ。おりゃ。そこ。行くよ。おりゃ。これでどうだ。これくらい当然だ。取れたよ。キノコ取ったぜ。もっといるか。草なら俺でも集められそうだな。気をつけて。おりゃ。行くよ。今だ。今だ。行くよ。おりゃ。せっ。今だ。行くよ。そこ。うめえな。おりゃ。行くよ。せっ。もう終わりかよ。僕目が悪いからこういう細いのとか小さいのとか探すの苦手なんだよな。やこれ、僕薬草の知識なら少しはあるんだよ。知ってるよね。やあ、これが薬の材料ってわけか。俺もこの辺は詳しくなっておいた方が良さそうだな。よいしょ。取れたよ。ちょっと僕に近づかないでよ。虫が嫌いなの知って。さあ行くぜ。おりゃ。行くよ。今だ。そこ。行くよ。おりゃ。今だ。行くよ。せい。せい。せい。さあどんどん進もう。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとだ。虫が何の役に立つかはわからないけど、とりあえず集めよう。やあ。やあ！
やあ、よし、取れた。植物はたくさんあって困ることはないよね。一人は苦手なんだよな。俺がやったらみんな潰ししまうからな。やあ！やあ！煮込んだら美味しいかも。やっちゃおうかな。取れたよ。やあ！もう持てない。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。どれにしようかな。これでと、さあ、どうだ。やった、できた。なんか上達してきた気がする。お、なんだこの分厚い本。アンペルさんに教わった文字が表紙に書かれてる本を地下の書庫から見つけてきたんだ。へえ、何が書いてあるの。そうそうって、これ古い文献に使われてる言語の辞書なんだって。まずはこれを把握するのが当面の宿題ってわけ。わかんねえ言葉の辞書を引いて意味があるのか。以前から本に共通する文字列のメモは取ってたんだ。地道な作業をよくこなしたって褒められちゃったよ。そういえばちょくちょく何か書いてたっけ。よかったじゃない、今までの努力が実って。実るかどうかはこれから決まるんだよ。頑張らないと。おお、意気込み十分だな。意気込みはいいけど、なんで自分の家でやんないのよ。レントまでいるし。ここ私のアトリエなのよ。そりゃうちでやってたら親がうるさいからだよ。そのためのたまり場だしな。名前は変わってもやることは変わんねえよ。はあ、錬金術師って言ってもそう簡単に暮らしは変わらないか。ま、好きにしてれば。私は調合で忙しいから。なあ、調合もいいけど、また対岸に出かけねえか。リラさんに教わったことを実践で試したくてさ。俺たちみんなが魔物との戦いになれりゃ、ライザもスムーズに採取ができるだろ。それはまあそうかも。魔物との戦いって、あんなことがあったばかりだよ。怖いこととかやりたくないんだけどな。早速対岸に行こうぜ。待ってろ魔物。そして今に見てろよボスめ。しょうがない、また対岸に行っちゃうか。いいもの、でどれにしようかな。これでうまくいくかな。やった、できた。どこに入れようかな。いいもの、できた。うわ、いいか。うわ、どれがいい。これで、さあ、どうだ。やった、できた。
にしよう。どれにしよう。これでさあどうだ。できた、バッチリ。どこにしよう。さて、早速魔物を蹴散らしてみようか。どうせなら今度は街道の方に足を伸ばしてみたいぜ。どんな感じなのか見てみたいしな。街道か、私もどんな感じになってるのか見てみたいかも。ここまで来といて言うのもなんだけど、本当に行くの？そうさ、戦いになれるための特訓だからな。大丈夫だって、街道にそんなヤバいやつはいねえよ。危険そうだったら帰ればいいじゃない。まずは行ってみようよ。この景色見てるとなんかお腹空いてきちゃうな。お弁当持ってくればよかった。よいしょ。よし、あった。よし、あった。へえ、やっぱり見たことない魔物もいるじゃねえか。腕試しだ、あいつらに挑んでみようぜ。え、本当に？ああ、特訓だから1回や2回じゃダメだ。何度も戦って勘をつかまないとな。それまで俺に付き合ってくれよ。さあ行くぜ。やあ、宝石のこの重量感、投げつけるのに向いてる。一気にやっちゃおう。行くよ。今だ、今だ。行くよ。そこ、みんな一緒に決めるよ。それそれ、今だ。ライダー、いいな。ライダー、行くよ。そこ、今だ。今だ、行くよ。これくらい当然さ。気をつけて。おや、行くよ。そこ、そこ、行くよ。今だ、ライザ頼んだ。そこ行くよ。ライザ、隙を作って。そこ連射。そこ追撃するね。今だ、そこ
気をつけた方が良さそうだ。せいせい、いくよ。今だ。そこ、いくよ。せい、おや、今だ。いくよ。今だ。ライザ、頼む。連射。ライザ、隙を作って。おや、僕も続くよ。今だ。今だ。行くよ。おや。今だ。そこ。一気に畳みかけるよ。連射。もう終わりかよ。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとだ。あ。そろそろどうだろう。なんか戦いに慣れてきた気はするが。うん、怖くはなくなってきたかな。僕もなんとか。よし、実戦はこれくらいでいいだろう。そろそろ戻るか。やっと帰れる。それにしても何やってんだろう僕たち。ほんと、俺らって悪ガキだよな。こんなことしてるなんてバレたら大目玉だぜ。私もバレたらめちゃくちゃ怒られるだろうな。バレないように家に帰ろう。踏み込みはあんなもんだったよな。戦った後の周りの警戒もやったし。何ブツブツ言ってるの？ああ、リラさんの言いつけをさ、一つ一つ頭の中で確認してんだよ。帰った後にまで熱心だな。それって戦い方とかそういうやつ？ああ、リラさんは戦士の心得って言ってたな。リラさんってどういう人なんだろうね。あんまり見たことない格好してるけど。アンペルさんとずっと一緒に旅をしてるって聞いたよ。興味ないな。リラさんは俺に必要なことを知ってる。だから教わる。俺にとって大事なのはそれだけさ。割り切ってるな。レントも早くリラさんくらい頼もしい戦士になってよね。私の採取も楽になるし。お前を手伝うために腕を磨いてんじゃねえよ。ただいま。ライザ、お前またどこほっつき歩いてたの。うわ、めっちゃ怒ってる。ああ、嫌なタイミングで帰ってきちゃったな。いい加減にしないと屋根裏の扉に鍵かけるわよ。ちょっと待って、それは困る。絶対にダメ。ダメじゃないわよ。いつの間にか屋根裏は改造してるわ。いくら言っても手伝いはしないわ。いい加減によし。屋根裏に鍵かけられたくなかったら今からでもお父さんの収穫を手伝ってきなさい。もう分かったよ。収穫って空間フルーツでしょ。草刈り窯ってどこにあったっけ。知らないよ。窯くらい自分で探せるでしょ。そんな、はあ、いっそ錬金術でパパッと作れないかな。探すよりアンペルさんに聞いた方が早いよね。